ルイス・アントニオ・コロン・アキーノは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。1981年に、トロント・ブルージェイズと契約。1986年8月8日にメジャーデビュー。1988年にカンザスシティ・ロイヤルズに移籍し、ロイヤルズでは主に先発投手として活躍。1993年には、この年創設された、フロリダ・マーリンズに移籍。 1995年にモントリオールエクスポズ、同年途中にサンフランシスコジャイアンツとチームを渡り歩いた。この年の1月には中日ドラゴンズのテストを受けていた。1996年に近鉄バファローズに入団。同年はチームトップの11勝を挙げる。特に対西部戦には滅法強く、11勝のうち6勝が西部からの勝ち星だった。 チームトップの勝ち星を挙げていたにもかかわらず、同年オフに突如解雇される。近鉄フロント陣は、ピッチングパターンを覚えられてしまった、大阪ドームへの本拠地移転にあたって、人心を一新したかったという不可解なコメントに終始した。帰国後、1997年にデトロイトタイガースのキャンプに参加したが契約には至らなかった。1998年は、 アメリカ独立リーグのアトランティックリーグに加盟していたナシュアプライド及びニューバーグブラックダイヤモンズでプレーし、同年限りで現役引退。休息は遅く、変化球を主体とした南東派で腕をくにゃくにゃと曲げながら投げる投法はオクトパス投法と呼ばれた。典型的なプエルトリカンな顔つきで鼻ひげを豊かに蓄えていたことから投げるマリオとも呼ばれていた。 ABCDE プロ野球人名辞典2003、8ページ。ただし、シーズン終盤の対西部戦では、柿内哲也に3打席連続本塁打を浴びるなどで、攻略されている。ありがとうございます。